皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の社会科、暖かい土地の暮らし沖縄県、1時間目の内容です。この単元では沖縄県を取り上げ、暖かい土地の暮らしについて学習していきます。第1回目の今日は、写真やグラフなどを見て暖かい土地の暮らしについてもっと知りたいことを考えていきます。今日の目当てはこちらです。ではまずはじめに沖縄県の位置を確認しましょう。教科書48ページ左上に地図がありますので確認してください。また地図帳でも沖縄県の位置を確認して丸で囲みましょう。沖縄県は日本の南にあります。沖縄県はいくつかの島からなり、海に囲まれています。ではまずはじめに教科書48ページ上の沖縄県の海開きの写真を見てみましょう。この写真と私たちが住む茨城県の3月の様子を思い浮かべて、気がついたことをノートに書いてみましょう。それではどうぞ。皆さんはどのようなことに気づきましたか？私たちが住む茨城県では学校のプール開きは6月なのに、沖縄県では3月にもう海に入っている。茨城県の3月はみんなの服装は長袖なのに、沖縄県では薄着になっている、などと書けたのではないでしょうか。それでは次に教科書48ページ左下のグラフを見て、沖縄県の気温と降水量の特色について気づいたこと、考えたことをノートに書いてみましょう。それではどうぞ。皆さんはどのようなことが書けましたか？1月でも気温が15度以上ある、雨がたくさん降る、台風が多いから雨も多いのかな、などと書けたのではないでしょうか。それでは最後に沖縄県の家について学習しましょう。教科書49ページ上の写真と右のイラストを見て、気づいたことをノートに書きましょう。それではどうぞ。皆さんはどのようなことをノートに書きましたか？まず教科書上の写真を見てください。沖縄県には大きな森林がなく、川が短いため水不足に悩まされてきました。そのため多くの家の屋上には雨水をためておく貯水タンクがあります。次に沖縄県の伝統的な家のイラストを見てください。沖縄県は高い気温や湿度をしのぐために戸を広く取って風通しを良くしています。また台風が多いこの地域では、家の裏手に福木という風を避けるための防風林を作ったり、石垣で家の周りを囲んだりして暴風から家を守る工夫をしています。これからは皆さんが気づいたことや疑問に思ったことをもとに、暖かい土地の暮らしを学習していきます。次回は暖かい気候に合った農業について学習していきます。これで茨城オンラインスタディ小学校5年生の社会科、暖かい土地の暮らし沖縄県、1時間目を終わりにします。